それではトマプライヤー沖縄監督川塚さんに来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様でした。試合を振り返ってみていかがでしたか。そうですね、まあやっぱもう一歩のところ勝ち切るところまでねやっぱりいけないんで、まあそこがまだ力不足かなという感じですけどね。ただまあこういった素晴らしい環境の中で多くの人の前で試合ができたんでね、それは本当に、いろんな意味で、感謝しています。はい、非常に切り替えの速さがソマプレー沖縄は目立ったところだったと思うんですけども、監督の方からこの試合に対してどういった指示を出していただいたか。そうですね、まあ指示的には結構いろんなことを試合の中で変えながらやってるんで、まあこれ一つっていう形ではないんでね、まあいろいろな中で、やっていく中で、まあ選手はねよくやってくれたかなと思うんですけど、まあ僕のね采配のところでもう一つ二つ足りないところがあったなというところですけど、まあここの準備も含めてね、選手本当に、よくやってくれたかなと思います。まだ次の試合に向けてサポーターファン見てくれる方々に対してメッセージをお願いします。そうですね、本当に関東のね選手が多かったりする流れもあるんですけど、本当にここ東京でも相馬ファンがびっくりするぐらい多く来てくれてるんで本当に嬉しいですし、そのね皆さんの前で最後いい試合ができるように、チーム一丸となって頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これは沖縄監督、川塚監督でした。ありがとうございました。